山川さんとやってみたいなと思います。2019年以来3年ぶりの選出となった床田。今シーズンはここまで自己最多タイの7勝を挙げるなど、レベルアップしたピッチングでパ・リーグの強打者に挑みます。自分のまっすぐがどれぐらい通用するのかっていうのは思い切って投げたいなと思います。2年連続で選出されたのが守護神栗林。実は前回負け投手となっており、リベンジ登板となります。やっぱり昨年は自分が負け投手になってるんで、今年はなんとかチームに貢献できるっていうのと、本当に見てくれるファンがたくさんいると思うので、全国の皆さんに覚えてもらえるように頑張りたいなと思います。そしてプロ6年目で初の選出となった坂倉翔吾。今シーズンは全試合5番で先発出場。文句なしの成績でオールスターに臨みます。いや、もう初めてですし、緊張すると思うんですけど、思い切り野球を楽しみたいと思います。オールスターゲームは今月26日と27日の2日間開催される予定です。